7年間一緒に自主トレケアンズに行ったんだけど、もう独特よ、ワイン片手にこれ木箱に入ったやつね、いつも 毎回ね、これはあの何、そこの家族の、聞いたことある、家族の子供の名前を付けたワインやっていう。英語もペラペラなのよ。なんで英語ペラペラなんですかって、どこで覚えたんですかって、オダポン中学の勉強してたら分かるって言われた。小田さんだけは飲んでるんですか？小田さんも飲んでるんですか？みんな飲んで分けてくれる。違い分かるんですか？その時は分かる言ったけど分からなかった。でも今ワイン好きやから、ね、一線すごい上に行った人ってやっぱ癖あります。あ、川上さんも僕はだいぶやっぱ違うなって人と、うん、連絡しとくっていうのはあったんで、でもそれ小田さんにも感じなかったところです。おい言ってないそれかよ、まとめはそれかよ。着地点俺やん。